吉谷の流儀ですね。はい、流儀ですね。今回ですね、毎日資産を作れと、毎日圧倒的な資産を作れですね。毎日圧倒的な資産です。まあ、圧倒的な資産、まあ言うまでもなく僕は動画ですね。あとブログも毎日やってますけど、これをね意識して、もう常に動画は10万本、ブログ更新は10年これやります。で、なんでこれができるのかっていうと、多分僕だからでしょうね僕だからでしょうね。じゃあなんで僕はできるのかっていう話をちょっとすると、これはねやっぱなんだろうな、もうどうなるか分かんないわけじゃないですかね。どうなるかどうなるか分からないこそからこそめちゃやっとくって話ですね。なんだろうな、まあ単純にね、まあバカでも考えれば、まあ僕の戦略を言うとバカでも分かると思うんですけど、1アクセスでも来れば10万本あれば10万アクセスなんですよね。1人から1円もらったとしても10万人いたら10万なんですよ。だから1人から1円もらっても100万人いたら100万円なんですよっていう理論ですね。だから僕の最終のイメージしてるのは、1円をどうやって1億人からもらうか。もう一度言いますね、1年間に1円ですよ。1年間にたった1円1億人からもらえばもう1億なんです。1年間で1円って払えません。高額商品は吉谷さんのドリームアカデミーは120万払えません。1円は1年間で払えるでしょ。それ1億人いたら1億なんですよっていうところを僕は字で言ってるというかね。まあ1億本はちょっとさすがに難しいですけどね、1億本はちょっと難しいですけど、そのベース理論ですよ。だから1本あたりの動画を100万回回すのは僕はもう諦めてます。もう一度言いますね、1本の動画を100万回回すことはもう諦めてます。諦めたらそこで試合終了なんですけど、諦めてます。そこは試合終了してます。ただし YouTube の本数は終了してないですだからね、まあこれはね、僕のね管理画面、僕毎日見てるんですけども、まあそれは僕しか分からないので、まあ本数いっぱいアップロードしたことによってある程度もうリーチいくようになってきたので、まあまあまあ10万本ぐらいアップすればなんとかなんじゃないかなと。で、あとはやっぱそのキーワード戦略なんですけど、そのやっぱビッグキーワードね、まあもう YouTube で検索されるっていう習慣とかすげえこれからもブワー増えていくわけなんですよ。間違いなく今以上に YouTube で検索される回数がめちゃ増えます。今以上に、間違いなく、間違いないですこれはね。 YouTube で検索されるキーワードの数が絶対量増えるわけですよ。で、その時に今までは YouTube でそんなこと調べなかったけれども、それも調べるっていう時代になってくるわけですよ。まあ何でもあるん で、その時に僕が出てきちゃうっていうね。だからもうキーワード全部網羅したろうっていう、もうありとあらゆるキーワードをぶち込んで動画アップロードしまくって、その誰もまだアップしていないような、もうライバルほとんどいないような動画をバカバカアップしてって、そうしたらもうジャックできるんですよ。わかります。でもそれはもうライバルがめちゃめちゃ多いので、ある程度手数しないとわかんないですね。で、僕もいろいろやっていく中で、あ、これ全然ライバルいないなとか、もうだから隙間を、だからもうテストしまくってるんですよ。とりあえずもう乱発してブワーやって、あ、これめっちゃ穴場やんみたいなのを見つけて、そこもまた攻めていくんですよ。だからひたすらテストしまくって、お宝キーワード見つけた、お宝キーワードジャックしていくっていうね、もうこれをもうトゥードゥでやっていくっていう。だ、そうしたらもう勝ちですね。もう勝ちしか見えないですね。なぜならばここまで動画をアップロードできる人がいないんですよ。要は参入障壁が高い。顔出ししないとダメなんでしょうかと、動画編集どんなソフト使ってるんですかっていう話なんで、動画ってありがたいことに参入障壁が非常に高いし、なおかつ継続がみんなできないんですよ。これがね、実はね、動画のね、うまみなんです。YouTube のうまみで、僕みたいなスタイルでできる人、もうほぼいないので、勝てますね。もう絶対勝てるしかない。
だってまあこれね、本当動画編集してる人しか分かんないですけど、めっちゃ大変ですよ。動画編集やればやるほどめっちゃ大変になるんで、もう毎日苦痛です。だからチーム制とか外注化してまあやってる人はやってるんですけど、まあ大変ですよ本当に。だけど僕全く大変じゃないですね。ボタンを押して喋って終わりなんで。だからこれも戦略なんですよ。だからこれ柴田さんパクったんですけど、あ、これで行き切ったらもう勝ちだなっていう。柴田さんもね、今はちょっと入れてる部分ありますけど、まあ基本はそんなほとんど編集してないわけですよ。で、昔もこれでね、こうやってボタンを押してこうやって撮ってね、こういう風にやってたわけですよ。そう。で、それを見て、あ、このスタイルで行ったら、行き切ったらもう、超余裕じゃねみたいな。超余裕になるぞと。まあ僕も動画編集はしてたので、昔ね。プロモーションやるときとかね、まあ、撮影カメラ回してね、行って編集してテロップ入れてとかやってたんで、めちゃ大変なこと知ってるわけですよ。だからもう柴田さん見て感動しましたよね。これで行ったらいけるぞみたいなね。めちゃ楽やんみたいな。わかります？そう。だからもうまあこのスタイルでもとにかく行きますね。行けるとこまで。うん、本数はもういけるとこまでいけるんで、ぶち抜けるし、僕を超えら、特に編集して僕の本数を超えるとか絶対無理なんで、絶対無理です。まあその会社でね、100人体制とかやってるのは別ですよ。ただ一人で僕を編集して超えるって無理です。絶対無理です。で、しかもその差は圧倒的に開いていくんで、やっぱ編集に来れば来るほど、アップロード、わかります？この、編集時間とアップロードのこの時間軸というかね、編集に来れば来るほど編集時間が伸びるんですよ。だけど一本あたりは伸びないんですよ。ここがねマジックです。編集に来れば来るほどアップロード、まあどれだけ編集しても一本なんですよ。わかります？でも編集すればするほど時間軸増えます。だけどね、じゃあ8時間編集しますで一本なのか、8時間のうちに50本撮るのかで、このね、まあ、ヒットなのかバットなのか分かんないですけど、ね、バントなのか分かんないですけど、確率は絶対上がるんですよ。どうですかね。1本と50、じゃあ宝くじ1枚買うのか1000枚買うのか、当たる確率どっちですか。宝くじ1枚買います、もしくは1万枚買います、10万買います、どっちの方が確率高くなります。絶対10万買った方が当たる確率上がりますよね。っていう、もう誰でも分かる理論を地でいくっていうね。そう。で、それは何のためかっていうと、将来僕は動けなくなることを理解してるからです。ね。ずっと、鉄人28号とか分かんないですけど、ロボットですか？人間は退化するんです。動けなくなるんです。時には交通事故で体は動けなくなるかもしれないし、わかんないですよ。だから、今できるうちにもう圧倒的にやっていく。で、ヨボヨボのおじいちゃんになってもまた事実があって、ヨボヨボのおじいちゃんになってもね、金が必要なんです。ずっと金必要です。なので、できるうちにもう圧倒的にやり込んどくってことですね。動けるうちに、喋れるうちに。だからこれもめちゃ大事だと思いますけどね。だからなんかね、なんかほんとね、まあ僕の考え方がちょっとね、ぶち抜いちゃってる部分はあるので、なんかこれから YouTube 始める人とかは、なんか一本でどのこうの言ってるんですよ。なんかね、申し訳ないですけど、僕はこういう理論でやってるので、このスタイルにやってる人に聞く質問しちゃうと、って話っすよね。もう普通に、もうだってライバルめっちゃいるわけじゃないですか、昔に比べるとね。その中で勝っていかないといけないわけじゃないですか。でもその勝つ戦略ってみんな考えてません？一本どう当てるかってなんかみんな考えてますよ。YouTuber の人も、このね、YouTuber の人なんかは一本を、一日一本ぐらいじゃないですか、アップしても。編集チームいて。じゃあその一本どれだけ当てるのかってめっちゃ考えてるわけじゃないですか。勝てます、初心者がって話で。無理。僕は無理。で、僕はそう思うんで、だから僕は、そこと同じ土俵で勝負したら勝てないですよ。だからもし今から行くんだったら、本当に、まあ、タイアップしまくる。まあだから、芸能人の方とかもね、YouTube 出てきてうまくいってる人は、もう YouTuber の有名の数持ってる人とかガンガンタイアップしてますから、もう本当タイアップですよ。
とにかくタイアップして伸ばしていくって、総合紹介する総合リンクみたいなね、昔ね、あのホームページのね、その総合紹介してね、あのリンクし合ってね、 SE を上げていくみたいなのありましたけど、もうね YouTube も一緒で総合紹介です。それでまあ上げていくみたいな、います、できます。ヒカルくんとかね、なんかコラボできますか、宮坂さんとコラボできますか。まあ無理ですねそうだからね、まあ僕の戦略が正しいかって言われると正しくはないかもしれないけれども、この戦略でも自由にやってるので、まああとはこれからもっと増えるでしょうね、僕は時間が。だ将来僕が考えてるのは、想定してるのが1日5分労働なんですよ。まあもしくは30分でもいいんですけど、将来ね。今はエネルギーありますよ。エネルギーなくなってきても1日5分10分喋って終わり、終了、仕事それで終了だけど収入入ってきます。100万200万300万1日5分喋るだけで300万入ってきた、よくないですか。どうですかね、1日5分喋るだけで、これタイトルにしましょうかね、1日5分喋るだけで300万みたいなね、よくないですか。だから そこに行くために僕は今頑張ってます。1日5分で300万みたいな、月十分でしょ。24時間あるんだから5分ぐらい頑張ろうよって話じゃないですか。別に10分でもいいですけどね。そうだから、まあその状態にするために、まあ、もうめちゃやりますね。分かってるんで、退化していくことがね、はい。まあということで、まあ資産を作りましょうって話ですね。はい。まああとスキルもね上がりますからね、スキル資産っていうのも上がるんで、やっとく今。うん、はい。でスキルは裏切らないです。他人は裏切るけど、スキルは裏切らないです。ね。はい。ということで終わりたいと思います。ありがとうございます。